マイケル・ラッセルラガはアメリカ合衆国ニュージャージー州出身の元プロ野球選手。日本では1991年から1992年に福岡大英ホークスに所属した。ポジションは内野手。左投げ左打ち。1980年デトロイト・タイガースからドラフト1巡目で指名されて契約し、1982年にメジャーデビュー。 1984年はわずか9試合の出場ながら、チームがワールドシリーズを制したためチャンピオンリングを手にしている。1986年にセントルイスカージナルスへ移籍。1989年にサンフランシスコジャイアンツに移籍し、翌年解雇される。一塁種、または指名打者で出場したが目立った成績は残せなかった。メジャーでは9シーズンで、 通算188試合の出場に止まり、打率199、16本塁打、55打点という成績に終わる。1991年に来日して福岡大英ホークスに入団。1年目は打率こそ低かったものの、チーム最多の32本塁打、81打点を記録し活躍した。しかし翌年はパリーグ三冠を獲得経験もあるベテランの、 ブーマーウェルズが入団し、2年目の投手のリー・タネルもいた、ため、当時は1軍で登録できる、外国人選手が2人までであったこともあり、わずか12試合で3本塁打、6打点に終わり解雇された。三振した後、被ったままのヘルメットを、バットで何度も殴りつけて、怒りを発散していた。その後、脱ぎ捨てて、バットを叩きつけ、破壊することで有名だった。また、 頭髪が薄いことでも知られており、日本ハム戦では、マット・ウィンタースがホークス・ラガのユニフォームを着て、ハゲ面ラをかぶり、チアリーダーと一緒に踊っていたことがあった。その際に、ラガは、バットを振りかざしながら乱入し、ウィンタースを追っ払っている。本塁打を放った際に最後に出迎えた小川氏に熱い、キスをするなど、本人も陽気な性格だったと思われる。 帰国後の1993年は、アトランタブレーブスとマイナー契約したが、メキシカンリーグへの移籍を通告されてラガは拒否し、プレーできない期間が数ヶ月続いた後に引退した。引退後は、マサチューセッツ大学に通った後、ローン会社の役員となった。ありがとうございます。